時代精神とは、ある時代の哲学や文学、芸術における支配的な精神傾向のことを指す。歴史学において多くの場合に、後世の価値観では合理的に理解できない、ある時代の特徴や普遍的と思われていた価値観を作り出すために見えない暗黙の力を指す用途でも使われる。この言葉自体は、18世紀後半から19世紀にかけて、 ドイツを中心にして生まれた。時代精神の理念の羊をたどると、ドイツロマン主義者、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーによる、民族精神概念の形成に行き着く。ヘルダーは、民族的な精神文化に深い関心を寄せる中で、人類史を人間精神の完成に向かう、普遍的歴史として捉える考え方を提示し、時代の精神を示す、民族の精神などの概念を用いた。 弁償法哲学を唱えたヘーゲルは、民族精神ないし国民精神を世界史の個々の発展段階における普遍的な世界精神の現れとして捉え、民族精神に見られる歴史的、時代制約的性格を明らかにした。ここから、普遍的な人間精神が特殊的、歴史的現実に展開、具現するところに、ある時代の精神文化を表す。 時代精神の存在を見る見方が確立されることになった。以上のヘーゲルのような考え方は19世紀を通じて歴史学や法学、経済学など様々な分野で展開されることになった。ビルヘルム・ディルタイはヘーゲルよりも具体的に生活体験という視点から時代精神を捉える。すなわちヘーゲルの形事上学的構成に対して 与えられてある生の現実から出発しなければならないとして時代精神を地、上、位の作用連関において捉え価値体系を中核にそうした作用連関の表出のうちに時代精神を了解する精神科学を提唱したのであるこの捉え方は後にヨーロッパ中に広く大きな影響を与えることになった20世紀後半以降では 以上のような哲学的規定から離れて、ある時代に特有の社会的常識や価値観、それらを作り出した背景を指して、時代精神と呼ぶこともある。例えば、リチャード・ドーキンスは、著書、神は妄想であるにおいて、女性の選挙権獲得などに代表される社会の移り変わりを説明する際にこの言葉を用いている。ありがとうございます。